こんにちは、速稼塾の久保です。最近はね、レトルトのカレーコーナーもかなり充実できまして、今日はね、珍しい男の極うま黒カレーっていうね、このコンドルが飛んでるんですけどもね、こちらの方を買ってみました。もうすでに開けてるんですけども、これをね、いただいてみようかと思うんですよ。まあ作り方は普通のレトルトカレーと同じですから、こんな、まあお湯にこうやってね、入れてるだけですよね。まあこのようにね、 YouTuber たるもの、食べるものは全部レビューしていこうということで、今日もこのレトルトカレーをね、食べてみようかと思います。ちなみに次回はもうこれです。牛角煮カレーですよね。このね、レトルトカレーシリーズも結構続くんじゃないかなと思います。たまにやっていこうと思いますね。ちなみにね、どっちがどっちか忘れてきましたけども、300円、500円だったかな、まあ、結構いい感じの値段です。今日食べるのはマカイということで、スパイシー中辛ですね。かなり元気がつくんじゃないかなと思いますね。じゃあ若さ爆発で行ってみましょう。早くできないかな。ちなみにうちのヤマト君はこれですね。これを食べてみようかと思います。カレー結構好きなんですよ。で、普段我が家で普通に食べてるカレーなんですけども、こういうやつね。あとはこういうホテルシェフカレーみたいなね、よくあるやつです。なんか3個パックで2キュッパとか、あんな感じです。もちろんカレー、こうやってコトコト煮て作ったりもしますからね。私ね、シーフードカレーがすごくね、好きなんですよ。で、得意なんですよ。はい、できましたんで、ご飯にレトルトを注いでいこうかと思いますね。おー、ちゃ、黒い、真っ黒だ。美味しそう。はい、ではいただいてみようかと思いますね。ちょっとカメラを傾けて、こんな感じで見ていただきます。ほら、黒いですね、かなりね。わー、でもね、これ、大きなお肉も入ってますね。いやー、これすごいな。この香りというかね、風味がね、ふわっとね、この辺りにいきますね、抜けていきますね。いただきます。うん、深みのあるコク豊かな、そしてうん、胸の奥からじわっとくるような辛みですね。これはね、うん、早朝カレーにぴったり、目覚ましカレーになるわ。うん、確かに40代50代の男にはぴったりのカレーだと思います。いただきます。